こんにちは。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。沖縄手帳では、人ごち2月4日は立春、県内各地では桜祭りが真っ盛りですね。はい、そうですね。今日はいい天気で、はい、いい天気に春が近づいてきたという感じがしますね、はい。まあ、旧暦では2月のことを人がちとか言いますね、はい。で、沖縄手帳は今年から沖縄方言での表記をするようにしています。おお。で、旧暦ではもう年末になりますね、はい。で、今度の日曜日2月の8日が旧正月になります、はい。で、今週の2月2日、まあ、過ぎましたけど、旧暦の12月24日で、ウガンブトゥチ、はい、という日があります、はい。この日は日の神さんが天に戻るという日で、1年間の願い事をほどくと、まあ、1年間いろんなことをお願いしたことを聞いていただいたことを感謝すると、それから日の神様が天に戻りますんで、うん、戻っても帰京するんじゃなくて、1年間の家庭の出来事を天の神様に報告しに行くという、まあ、業務上の出張なんですね。へ、日の神はサンベールと言われてまして、はい、毎月交代交代で行くんです、一人ずつ天に報告に。へ、それが旧暦の1日15日、はい、この日に日の神を拝むわけですね、はい。で、いいことを報告してくださいと拝むんです。ただ12月のこのウガンブトチの時に、日の神昇天って言いまして、日の神様が天に戻るんですけど、うん、3名一緒に戻っちゃうんですよ、うん。で、3名合議しながら天の神様にこの家庭の一事の出来事を報告するらしいんです。うーん、とても大事なんですね。じゃあ、ウガンを解くというのは日の神に対して解く、はい、ということです。そうです、はい。これはね、沖縄手帳の資料の資料編の9ページに、はい、日の神についてというページがありまして、うん、最近日の神のマニュアル本も増えてるんですけど、1ページで分かりやすくまとめたものなんですよ。9ページですね。後ろの方ですね、はいはいはい、沖縄手帳のね、はい、そうそう。その時に年間の日の神行事のことを書いてあります。で、ああ、本当だ、はい。旧暦の12月24日、ウガンブトゥチ、日の神昇天、なかなかこれ紹介する機会ないんで、うん、この日に1年間のウガンを解除して感謝の祈願をすると。中身は、今年1年間のウガンをほどきますと、1年間お願いを聞いていただきありがとうございましたという感謝ですね。で、叶えられた願いや幸いのことに感謝して、逆に不幸や幸いは解消されることを願うと、うん。で、日の神が昇天、天に戻りますんで、これ先ほど言いましたね、1年間の報告のために戻ります、うん。で、この時のウガンの決まり文句がありまして、これ日本語、まあ、標準語と書いてあるんですけど、この1年間家庭円満健康で幸せに過ごしたことを天の神様にご報告ください、うん。良いことだけを報告し、うん、悪いところは、悪いところや不足は神様の力で補ってください。新年には、福の神、徳の神を連れてお帰りくださいと。悪いところは報告しないでくださいというのもお願いするのが、一般的なんですよ。うーん、はい。それから、作法が分からないときは未熟者ですので、作法の間違いや言葉の不足などはお許しくださいと、うん。こういうふうにお祈りすればいいということらしいんです。意外や意外で、悪いところは報告しないでくださいという、悪いところを伏せてくださいというのも OK なんですね。まあ、いい神様だと思いますんで。面白いですね、はい、はい。うん、日の神についてはこのページを見ていただければ大体わかります、はい、はい。じゃあ次行きましょうか、はい。最初のコーナーではここ1週間の中から面白い今日の出来事を紹介していきます。はい、前回、認土税廃止運動のお話をしまして、はい、ちょっと時間が足りなくて、はい、面白いエピソードをいくつか紹介したかったんけど、はい、できなかったんで、それを取りまとめて簡単にお話したいと思います。はい、ぜひお願いします、はい。まず中村、認土税廃止運動のリーダーとなった中村重作なんですね、はい。これは、新潟県上越市の方で、
なんですが、当時海運を出まして、それから早稲田、当時は東京高等学校って言ってたんですけど、そこを中退して、なんと、八重山に渡るって言ってたんですね。八重山に渡って、新住宿をしようと思って、たまたま、ある人に勧められて、宮古島に降りちゃうんですよ。うん、で、そこで、真珠の養殖をするというつもりが地元の人に説得されて人頭税廃止運動に立ち上がるわけですね。うん、でそこに中に中村実作が毎日手帳を書いていたという本がブームが出てくるんですよ。はい、これ沖縄手帳を出してるもんって大変関心がありましたですね。うん、どんな手帳かなと見てみたり、調べたりしまして、はい、そうするとその中で毎日手帳にね白い丸と黒い丸を書いていたというのがあるんですね。はい、で中村実作の後人の一緒に立ち上がった薄熊誠庵、これは吉備作の指導者なんですけど、彼は文盲だったんですね。字を呼べなかったんです。うん、それで中村実作がこう手帳に書いているのを見て俺に隠れて何をこそこそ書いているんだと怒り出すわけですね。うん、で実作は大したもの書いてないと言うんですけど、うん、薄熊誠庵はそんなことないだろうと、俺とお前の関係だから何を書いてるのか教えてくれってでしょうがないんで実作は見せるんですよね。そしたら手帳にの行の上に黒丸があったり白丸があったりする。うん、これは何だと言うと実作曰く自分は自分の心情があってそれに照らして今日の行いが良かったら丸、悪かったら黒丸をつけてる。うん、最近は黒丸が多いと。うん、これはねぐすくませんあんたにあったせいだというわけですね。うん、それなぜだというと、実は中村実作の生活信条の一つで男は寡黙じゃないという感じ、おしゃべりだったらダメだと、うん、余分なことは一切言ったりか、それからどんな粗食でも文句は言わない、必ずおいしかったありがとうございますと言うと、うん、でどんな騒ぎやっても物に動じたらいかんというのが彼の哲学らしいです。はい、それで都に来て人頭税の悲惨な状況を見てですね、彼も憤慨するわけですね。憤慨してついいろんなことを喋り出すわけですね。で後で反省してこれは良くなかったと、で黒丸を書くと色が彼の手帳に書いてあったことなんです。言いたいことがあるのに科目を貫くのがどうなのか、はいはい、それはありますけどね。はい、ただ中村実作は都で人頭税廃止運動を成功させて、奄美で新住養殖に成功して京都に住むんですけど、実は晩年までですね人頭税廃止運動のことは奥さんにも家族にも誰にも言わなかったってですね。でたまたま都の方から人頭税廃止に関する新聞、運動に関する新聞が来たり本が送られてきて初めて分かったというんですね。彼は生前自分の出身地にも公民館を寄付してるんですけど、その時も一切何も言わないという、まあ明治の男、男らしい男だったと、あまあいうふうに言われてますね。まあかっこいい男性ですね。自分の手柄はあんまり言わない。言わないですね。男は黙ってです。うん、でその時のパートナーとなった薄熊誠庵さんは、那覇から吉備の指導で都に渡るんですけど、人頭税があるんで農民が吉備栽培に力を入れることはできないと。吉備栽培しても、今までの人頭税が免除されないんで、プラスアルファされるだけだということで、うまくいかなかった。彼は霊感があって、村の人たちからも仮面地として尊敬されてたわけですね。で中村実作に初めて会った時に2つ書いてあるんですね。貧乏学生みたいな男だなと、いずれにしようと、はい、あと1人は霊感でね、この男が宮古島救うんだろうという印象を持ったと書いてあります。で彼は後々には那覇に戻って仮面地になるんですね。うん、で生涯を仮面使えたという人なんですけど、彼がいたんで都では吉備作が初めて普及できたわけです。人頭税が廃止されて吉備作が普及をして、今のような都の基幹産業になったと言われています。で中村実作は真珠養殖のために持ってきた軍資金を全部使い果たしてしまうんですね。で都の農民たちも自分の畑を売ったりしてお金を作るんですよ。でそれがその時に私もびっくりしたんですけど、都の農民たちが後で中村実作にプレゼントしたのがあるんですよ。うん、それは都の民たちが集まって宮古島水産組合っていうのを作って、何十名の人たちが集まって出資金を出して、かなりの出資金の組合を作って、それを丸ごと中村実作にプレゼントしてるんですね。
あの時代にこんなことをやる人がいたのだろうかなと思ってびっくりしたんですね、うん、それから宮古島の山でも平和旅館という旅館があるんですけど、うん、それは実作の老いが宮古で新住宿の事業を手伝っている時に地元の人と結婚したと、それが今でもその時に作った旅館が今でも続いているということなんですね。うん、で中村実作は、グスクベの福里に大和神右岸という右岸所がありまして、そこに神様として祀られているんですよ。で福里出身の地元の農民たち2人もそこ神様として祀られていた。でボラのボラ申しも神様として祀られていて、ボラの申しのあやぐが針水のクリちゃんの元歌になったと。ボラのボラ申しって誰でしたっけ、うん、上京した農民代表団の一人ですね。で前もちょっとお話したんですけど、那覇について軍資金がなくなった時に都の農民たちがこの蔵元の泡を盗み出して売却してた、うんうん、でその時に自分は捕まっても構わないから、うん、自分の家族の面倒を見てくれという約束で盗み出して、成功させたという話があるんですね、うん、こう考えても非常に面白いなと思います、うん、その春水のクーチャーを前回はご紹介したわけなんですね、うん、じゃあこうやって人頭税廃止の運動をした人は特にその後何があったかはちょっとわからないですけど、この都の人たちからしたら神様として拝まれたり、うん、もう歌が作られたりしたと、生き神様ですね、うん、自分尊敬されましたし、何よりも英雄として歌い継がれてるっていうことなんです、うん、だから針水クリちゃんの中にも針水港の砂浜のように栗とか泡ができたら人々は苦労しないだろうとか、ね、この砂がね全部、そうそう、沖に砕け散る波のように織物ができたら、はい、女たちは苦労しないだろうと、うん、とても豊かな国が人頭税が廃止されたら来るんだというような喜びを歌ってるわけですね、うんうん、でここで民謡を聞いてみましょうか。今日聞いていただくのは、はい、まあ、同じ都の民謡を選びたいなと思いまして、はい、成山のあやぐですね、はい、そしたら中曽根豊さんの歌で、はいはい、成山あやぐをお聴きください、はい、
縄手帳発行人の時間。この時間は丸政印刷の提供でお送りしています。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。はい、さっきの話でちょっと付け加えの忘れちゃったんですけど、はい、実は東京サイドでも忍冬税廃止運動で頑張ってしてくれるんですね、はい、中村十作の弟はなんと十一郎なんです、ね、はい、まあ、法律家を目指していて、受かっちゃうので後で、まあ、早死にしちゃうんですけど、うん、十作の同郷の友人で増田義一さんというのがいまして、毎日新聞、読売新聞の記者をしてたんですね。でそれ彼がいろんなマスコミセッティングして、はい、訪問団の記事がポンと十数社に載るということで、マスコミキャンペーンを成功させたって言ってたんですね。で彼 の, アドバイスで、近衛公爵とか谷子爵、それから元外務大臣とか、あれ大隈重信とか、こういう有力者をどん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 訪問して味方につけていくんですね。でそれは訪問した人が感激するぐらい政治家が立派な対応をしたんですよ。さっきの新聞記事を見てつくつく思うんですけど、うん、例えば、奥間茂などはその話を聞いて感激して、うん、養成団に対して一人10円ずつ配ってるんですね、うん、運動の足しにしてくださいと、うん、当時の10円というのは大変なお金なんですよ、うん、でぐすくま線はそれで日本刀一振り買って帰ったと。で島に帰って役員から襲われた時にその日本刀で危機を切り抜けたという話が残ってるんですよ、はい、今は西岸に行くと政治家がポケットにお金入れちゃうというのがあるんですけど、うん、逆に、まあ、感動してお金出すということがすごいですね。うーん、外務大臣の副島さんも病で寝てたんですけど、話を聞いて皆さんは英雄だから寝て対応するのは失礼だと言って支えられて立ち上がって玄関まで妙子に来たとか、うん、まあ、妙子の人たちを感激させるような政治家がたくさんいたようです。うん、で増田義一さんは読売新聞の記者ですけど、今でも残ってますけど実業の日本という雑誌を創刊したんですね、うん、で後で国会議員にもなったというような人、まあ、そういう人たちがたくさん応援してくれたと、まあ、いうことです、うん、はい、でその間のちょっと話題ですけど、はい、今週を見てみるといくつか話、まあ、ありますが、一つはですね、2月1日なんですね、はい、ここに琉球王国建国記念の日というのがあります。うん、これは琉球村、観光施設の琉球村が制定してるんですよ、はい、でなぜかと言いますと、三々統一をした中山王の昭和氏が民国皇帝より初の作風、まあ、王として認められたのが1425年の2月1日だというところに、あはーはーはー、はい、起点してるんですよ、うん、で来週の2月11日を見るとこれ建国記念の日なんですね、はい、だから琉球王国の建国記念の日が2月1日で、うんうん、翌週の2月の11日が日本国の建国記念の日というふうに、うんうん、たまたま続いているんです、うん、近いですね、うん、でこの建国記念の日にのが入るというのが非常に大きな問題がありましてですね、それは戦前はこれ紀元説だったわけですね。で日本の天皇の初代の神武天皇が、うん、天皇に就任した日が、この、まあ、紀元の最初の日だと、はい、この日だと言われているわけです、はい、だから戦前に後期
日本の後期2600年という歌がありましたんで、多分今は後期2680年ぐらいになってると思うんです。でそれは GHQ によってこれは天皇制思想に基づくものになるから廃止されたの。その復元運動復活運動が何度か出てくるんですけど、神武天皇が就任した日っていうのがこれ記録としてあるわけない、で神武天皇たちも160歳とか170歳まで生きたという形になってますから、神話の世界なんですね、で そこに根拠を求めて建国記念日を制定することに対しては反対運動が起きまして、何度も何度も国会で通らなかったんです、で最後の最後でのが入ったんですね、建国記念の日、建国記念日だとその日が建国した日だということになっちゃうんですけど、のを入れると建国をしたということを祝う日だと、必ずしもその日に建国されたとは限らなくても構わないと、なるほどいうことになって、のが入って、この法律が施行されて、この日が休日だったと、いうことなんですよ。で琉球村の方も琉球王国建国の日ってなってまして、これは琉球村のですねアドバイザーが歴史作家の亀島康さんなんですよ、で彼からいろいろ聞いたんですね、で彼はこれにものが入ってると、で彼に言わせれば日本の建国記念の日は自分で自分のことを言ってるんだと、でも国が建国されたっていうのは外交問題があって、相手がいて初めて国になるんだと、だそういう面で言うと琉球が新国と交易をして認められたのが、国際関係があって初めて国というのができると、だからこれが優勝正しいんだと、まあ、いうことを彼は言ってましたね、なるほど。で一方日本の建国記念の日については皇族で反対運動が起きたというのがありましてね、歴史学者で三笠宮親王と言いまして、これ歴史学者、歴史学者ですね、彼が日本歴史学会の大会の中で建国記念の日を制定することに対して反対発言をするんです、で反対決議をしろと言ってそれが受け入れなかったんで、その日本歴史学会を脱会したという事件が起きています。彼は歴史家ということとこのなんて言いますか天皇崇拝を一緒にするのはダメだというのが彼の意見だったようですね。で沖縄はこの日に新国皇帝から琉球王国、まあ、中山王として認められて、それがずっと明治まで認める時期が続くということになります。これみんな知ってるんですか？結構記念の日のことは知ってる人もいると思います、はい、2月1日だったんですね、のがつくとつかないので大違いになっていくとですね、それからついでですけど2月4日今日は立春ですね、新聞に載ってましたけど、そろそろ春めいてくるということなんですけど、まだまだなんですね。寒いですよね。まだ、はい、まだまだです、これは寒さの底になったということですね。一番寒い時期に入ってこれ以上は寒くならないよと、これからだんだん暖かくなってきますよということですから、春が訪れはまだなんです、でついで時間ないな、いいけどこの二十四節気っていうのは、紀元前300年、400年前の中国の戦国時代の時に北京でできてるんですよね、だから今から2400、500年前の北京の季節をもとにして作った祭時期なんですね、でそれが、北京というのは日本で言えば青森あたりですから、寒いですよね、はい、それで2000年前のものが今の東京に合うかというと合わないということになりまして、日本気象学会が現代にあった21世紀の日本の24世紀を作るということを数年前に発表したんですよ、ところがいつまでたっても中身が出てこない、で不思議に思っていろいろ調べていくと反対運動があってやめてるんですね、確かに歴史観は合わない、まあ、北京と青森が一緒ぐらいですから、沖縄は南京よりもずっと下で福建省ベトナムに近いわけですから全く合わない、でもこれを廃止をするとこの2000年近い歴史の中でもう根付いちゃってるわけですね、特に一番大きな反対運動は俳句とか短歌なんですね、俳句は季語というのが決められてまして、季節を示す言葉がありますから、それを今更変えるのは難しいということで、変えないということになったらしいです。だから今でも暦の上では春とはいえというような言葉がついてるということなんですね、よく聞くフレーズですよね、そうなんです、
だから言葉の上では、暦の上では立春とはいえ、まだ寒い時期がしばらく続く、はいはい、うん、こういうことになるということなんですね、うんうん、もうなんか先取りしてるのが当たり前ってね、もう思ってますもんね。そう、これまた説明すると難しいのがたくさんあるんであと15秒しかないんで ねまたいつか機会を見てこの話が説明できればなと思います、はい、沖縄手帳発行人の時間をお届けしました。この時間は丸政印刷の提供でお送りしました。はい、どうもありがとうございました。